カイル・デュアー・シーガーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州カナポリス出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のシアトル・マリナーズ所属。ジャスティン・シーガーとコーリー・シーガーは弟である。愛称はコーリーズ・ブラザー。ノースカロライナ大学時代はダスティン・アクリート・チームメイトで2008年はチームトップの75打点を記録した。 2009年の2009年のドラフト30目で、シアトルマリナーズから指名され、7月2日に契約。ルーキー級アリゾナリーグマリナーズで1試合に出場後、7月18日に A 級クリントン・ランバー・キングスへ昇格。A 級クリントンでは41試合に出場して打率。275、1本塁打、22打点、4盗塁を記録した。9月に、 a 級ハイデザートマーベリックスへ昇格し、2試合に出場した。2010年は a 級ハイデザートでプレーし、135試合に出場して打率。345、14本類打、74打点、13、盗塁を記録した。シーズン終了後、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングでは、マリラーズで9番目の評価を受けた。2011年は a 級 ジャクソン・ジェネラルズで開幕を迎え、66試合に出場。打率、312、4本塁打、37打点8盗塁と活躍し、6月にトリプル A 級タコマ・レーニアーズへ昇格。トリプル A 級タコマでも24試合の出場で打率、387、3本塁打、17打点、3盗塁と成績を残し、7月6日に、 マリナーズとメジャー契約を結んだ。翌日の7月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦で7番、三塁手として先発起用され4打数無安打に三振だった。昇格後は、肖像類種のショーン・ヒギンズが故障者リスト入りしたこともあり、三塁のレギュラーに定着。シーズン終盤にはブレンダン・ライアンが首の故障で離脱したため遊撃手としても起用された。 この年メジャーではは53試合に出場して打率、258、3本塁打、13打点、3盗塁を記録した。2012年4月15日2012年は開幕から肖像類種として起用され、8月中旬からは3番に固定された。この年は155試合に出場して打率、259、20本打八86打点、 13盗塁を記録した。2013年2月1日にマリナーズと1年契約に合意。6月5日のシカゴホワイトソックス戦の延長14回裏に史上初となる延長戦での同点満塁本塁打を打った。この年も肖像類種として自己最多の160試合に出場。打率260、22本塁打、69打点。 旧盗塁を記録した。2014年2月20日にマリラーズと一年契約に合意。開幕後は6番三塁手として起用されたが、コーリーハートの欠場時には4番を務めた。4月23日のヒューストンアストロズ戦で自身初となるサヨナラ本塁打を打った。4月21日から27日にかけて6試合で22打数9安打5本塁打。 11打点、オプス1.549などの活躍で、プレイヤーオブザウィークを初めて受賞し、6月23日から29日にかけても6試合で24打数14安打、2本塁打、8打点、オプス1.542などの活躍で、週間 MVP を受賞した。前半戦92試合で15本塁打63、打点4盗塁、打率、279を記録し、 7月のオールスターにビクター・マルティネスの故障に伴い選出された。この年は159試合に出場して打率268、25本塁が96打点7盗塁を記録した。オフの11月4日にゴールドグラブ賞を初めて受賞した。12月2日にはマリナーズと総額1億ドルの7年契約を結んだ。1億ドル以上の契約は 球団史上三人目となった。2015年、前半は主に5番で起用されたが、後半は2番で起用された。この年は、自己ベストの37二塁打、26本塁打を放ち、本塁打は4年連続20本以上だった。また2012年に規定打席に達して、以来では初めて三振を100未満に抑えた。他の部門では、得点、安打、塁打数、 敬遠などでも自己ベストを更新した。2016年も158試合に出場して、いずれもキャリアハイとなる打率。278、30本塁打、99打点という成績を残した。また、通算100本塁打を達成。三塁の守備では22失策はリーグワーストだった。ありがとうございます。